僕らの敵は先生だ。倒すのは先生だ。先生をぶっ壊おなら。ああ、確かに。おむら。おなら。ああ、似てる。似てる。おならをするグループとおならをしないグループに分かれて生活をしたところ、おならをした方のグループの方が、はい、幸福度が上がるっていう結果がね、出る。これ面白いですよね。じゃあさ、もう、ね、言い訳しなくていいじゃないですか。する方がいいんですよね。いってらっしゃい。お前今絶対おならしたべ、信じてくれ本当お腹の音。昨晩芋類食べ過ぎて、ぬくもりをお尻に与えてただけ。空気の入れ替え促してた、ブークッション仕掛けたの誰や。君のおなら僕のおならでかき消してあげたのに。法律に触れてます、これラインの通知。君の笑顔が見たくて健康な証、ジャスミンの香りだし、僕は芝ユリスペクトおならしましたが、それが何か血筋が緩いらしい。大丈夫、うんちは出てないんで、スマブラのワリオに憧れて、大人になるほど我慢しろって、硫化水素の実験してるみたいね。おならちゃう窒素酸素二酸化炭素酸、何椅子引きずった音だけど、校長の話つまらないから、笑い取ってあげたかったんだ。ウォーウォーウォと立てて振るのが俺流。僕は望む屁が悪じゃない世界。こんなもの手じゃないわ、今のはファのシャープだ。数秒後消えてるか、吸ってみな飛ぶぞ。逆にへをしない人、食べたご飯なんでしょう。体重少し減らしてた、マナーボードにするの忘れてた。世界の香り変えといたよ。ああ水槽の音。
おかえりなさーい。いい歌。いい歌、いい歌なんですよ、ね、いい歌。これファースト替え歌、はい、今後もちょっと継続していきたいなと思いまして、はい、ファースト替え歌でやってほしいシチュエーション、うん、言い訳シチュエーション、したくなる瞬間をね、そう、言い訳シチュエーションを、うん、ぜひコメント欄でね、ちょっと書いてください。学生の味方でありたいからね。あ、確かに、それそれ。僕らの敵は先生だ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。